はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は、ダンベルアームカールのチーティングのやり方ということでダンベルアームカールをやってみますね。まずは、ダンベルアームカールの基本的なやり方ですけれども、今回はチーティングを使うということで、スタンディングできますね。座ってやるのはね、基本的にチーティングがうまく使えないので、立って、やる、アームカールでチーティングを使うということをやっていきたいと思いますので、その立ってやるスタンディングの、ね、アームカールのやり方ですね。まずね、アームカール、まあ基本的にこういう動きですけれども、まず問題としてありがちなのは、これがやっちゃいけないことがこういうことですね。こういうこと、これ腰、お尻で持ち上げて、今じゃあ極端に言えばこれ肘が全然曲げ伸ばしになってなく、二頭筋が伸び縮みしてなく、これ腰でやっちゃってるって感じですよね。でこうならないためにどうするかというのが、正しい方法になってくるので、まず下半身、ちょっと足の裏映ってないですけど、まあ、あの足の裏の重心に関してはかかと体重です。こう足の裏を体重前後ろ前後ろというのはこの後ろのところですね、足首の真下からかかとの方にこっちです。この状態でします。つま先はちょっと浮きそうなぐらいで構わないです。で膝とももが1センチぐらい後ろなんですね。1センチほんのりちょっと後ろに来れば、ね、真ん中の重心よりちょっとこっち来ればいいですね。ちょっと1センチぐらい来ればいいです。この時膝を曲げようと思わないで全然構わないです。まっすぐで構わないので膝もも、お尻が1センチの、そうするとかかとに体重かかる。で骨盤のこの前のね、マイカーの出っ張りありますね。これよりも肘が一つ前、ここより後ろはもう絶対来ないです。肘、この骨盤の出っ張りよりも肘がちょっと前、ここに差を作ってほしいですね。わかる？こう近寄ると、ここまあ黒いから見えるけど、ここよりもちょっと前に肘がある、このぐらいです。今体の角度は僕のね、この上の白い線ありますけど、それよりもか、まあ、今これちょっと斜め後ろになってるから、これよりもちょっと前ということです。体のラインに対して斜め前、ここに体と腕の角度の違いがありますね。この中でアームカールをしていく、ここで基本的にやっていきます。まあ、基本的にやっていくんですけども、絶対揺れは起きますので、自分では止めようとするつもりでやっていくと、まあ、ちょっと動いて、まあ、程よいぐらいになってくるというところなので、重心が、少し後ろ、少し後ろで、かつ肘が少し前、ちょっとね、もうちょっとちょっとです。もう1センチ1センチだったら、まあ、2センチぐらい差は出ますよね。そのぐらいの感じ、あとはお腹です。お腹が、ふっと中に入れた状態、このいつもやってるクランチありますよね。クランチと同じような方向で肋骨のあたり、溝落ちのあたりちょっと中に入れる感じなんですよ。これを入れて固めてないと、結局これ後ろにいても腰を反って、ね、この胸を張って腰が反って、この腰の反りで結局上げちゃうので、腰が反ってる状態ではなく、むしろ腰が丸々、もしくは肩甲骨のあたりがちょっと猫背になって丸々ぐらいのところでちょっと押さえていく。胸をね、この溝落ち胸をちょっと中に入れてるぐらいでいいですね。ちょっと中に入れてやってるぐらいでいきます。全く胸を張ってやっちゃうと、結構もうすぐに、ね、この重さに対してガーンってきちゃうので、今これ僕軽いからいいですけど、ね、自分が10回ギリギリの重さでやってると絶対にこれが反っちゃうので、その反動を使わないということですね。それをむしろから押さえていくという感覚が必要なので、お腹な、ね、下半身後ろでお腹の中にキュッと入れた状態で吐く、吸う、吐く、吸う、吐く、吸う、必ず吐き切る。お腹をふっと締めて吐く、吸う、吐く、お腹を一度締める。でこの時にさっき言った前後のこれ揺れが起きないようにするために、自分の感覚としてよ、感覚としてはこんなイメージです。こんなイメージ、こう中にグッと入れて、中にお腹グッと入れて、こういう感覚、こういう感覚なんだけど、実際には動かない。それを抑えてるつもりで行って、やっとこの動かない感じが上がるときに、上がるときにお腹をキュッキュッとこのぐらいの入れるつもりでやると、やっと動かなくなるという感じですね。実際はそれでようやく動かない。それを止めようとしないと、この流れにつられちゃうということですね。そして、この、今度下ろすときに、これまたつられてもいけないです。つられたら今度上がっちゃうとき、こうなっちゃうから、下ろすときにはむしろ、今押さえたから 逆の極端に言えばこんな感じです。極端に言えばこんな感じだけど、実際には動かないね。降りるのに対してこっちの逆の力を今度加えてないと、体が引っ張られてしまうので、体が引っ張られないようにしながら、で吐いて、ここ
吐いてここ、息を吸って吐いてここという感じで、まあアームカールの基本のフォームとしてはやっていきます。そして、ようやくチーティングなんですけれども、チーティングをどうやってやるか。チーティングは基本的に自分がね決めたある程度の回数ありますよね、10から12ぐらい。そしてもうその回数でギリギリはもうこれ以上はもうちょっとね、もしこっから下ろしたら、もしね下ろしたら上がってこれなくなってしまうという回数に到達しますね。だいたいそれがまあ10から12で来るように重さを設定していくわけですけども、通常ねここまで来た上がらないと思った時にどうするかですね。でその時にチーティング、ちょっと膝をちょっと緩めてポンと上に押し上げるんですけども、チーティングを使うのは下から半分まで、まあ半分こう全てここから1から10まであるとしますよね。1から10まであるとしたら、この10超えたらね、10超えてこっちに行き過ぎちゃうと、これまたね前腕が垂直になってしまうと二頭筋の負荷なくなってしまうので、頭の中では正直言うとここから4分の3ぐらいのところで、自分の頭の中でねフルに行くところの4分の3ぐらいでちょうど負荷があって、それ以上超えてしまうと負荷なくなってしまうんで、まあ4分の3ぐらいでいいと思ってください。それを1から10までとすると、1から5までは反動、出だしのね初動のところで使いますけど、後半は自分の収縮です。で下ろしていく。前半だけ、まあ、こんなにちょっと今軽いからちょっと僕うまくできてないかもしれないですけど、前半だけこの反動ちょっと使っといて、後半は自分の収縮で抵抗しながら下ろす。まあ、まず上げる方だけ説明しようか。上げる方だけ説明すると、前半ここだけ反動つけてあげれば、あとは自分の収縮。一番きついのはこの下のこのね 30-40% のところだけですから、前半だけ反動を与えてあげたらダンベルにね、でそこから後半は自分の収縮でいく。これを全部10いってしまう、バーンと行き過ぎてしまう。10足の反動を使うと今の4分の3とか超えてこっちまで来ちゃう。これ行き過ぎ、やり過ぎ、何にもならないですね。なのでちょっと使ったら収縮、ちょっと使ったら後半収縮、ここからここまでは反動、ここから上は自分の収縮でいくということ。絶対にガコン全部いってしまう。この調節が大変です。で、まあ、例えば10回ギリギリまで自分でいけ、そこからいけないとしましょう。そこから 2,3 回、まあ、付け足してチーティングをやるわけですけれども、その 2,3 回でも、1回目2回目3回目はどんどんきつくなるんですね。当然その今の自分がギリギリのところまで来てるわけですから、そうすると1回目は本当に多分下からほんの 10%15% 助けてあげればあとは自分でいけると思う。で2回目のチーティングでは 30-40% やらないと来ないと思う。で3回目は本当に 50% までいって、そこから上は自分でやるっていうふうにしないといけないと思う。で最後のその3回付け出すのも3回全部同じではないということ。1回目が少し、2回目はその中間、3回目はもう少し強くしていかないといけないですよね。10までやる必要はまあないかなと思いますけど、その3回でもその強さが変わってくるということは自分でね感覚でやってください。この、二頭筋の感覚を感じながらやっていく必要がありますね。そこを間違いない。前半だけ後半は自分で収縮、それも1回目2回目3回目で感覚は違うんです。そこの段階を感じながら調整してくださいね。で今度下ろそうで、今のチーティンググンと使った下ろそうはこう収縮して1、2と止めてゆっくりネガティブ使った方がいいね。トンといって1に収縮したままから下ろしていく。これを頭の中で1、2と数えないと、だいたいこんな感じこんな感じ、実際旗から見ると全くトップのところは使えてない、ゼロの状態になっちゃいます。このいつも言ってます、これはね物を投げるとトップのここで無重力ですね、一番トップこう無重力ですね、そこに入ってしまうので、二頭筋のトップの収縮のところを使ってない状態になってしまいます。なので、反動を使っても1だからネガティブでしっかり下ろす、1、2と頭数えてからネガティブでゆっくり収縮を残しながら残しながら残しながら反動で1で残しながら抵抗を残す。この今ギューッと締めた、ギューッと締め続けた感じを残しながら残しながらいくと、もう痛いぐらいになります。このたった3回でものすごく痛くなってくるはずです。結構ね時間にして本当にここから1、2、3、このワンレップの時間すごい短いですけど、時間すごい短いんですけど、でもいろんなことがあります。これが適正な反動、適正な量の反動かどうかで、後半自分で言ってるかどうか、1と言ってるかどうか、それ収縮を残しながらね、こっちにものすごい二頭筋だけで抵抗しながら言ってるか、体が落ちないでまたグッと押さえながら言ってるかどうか、当然
今の全体像ですね。全体像、さっきこう下半身後ろでこう押さえると言いました。これをチーティング使った時に、ちょっとチーティング使った時にここまで胴体が動いてしまうともったいないです。ここまでいかない。絶対にこれチーティング、ちょっと腰使いますよ。膝と腰ちょっと使いますけど、上げて自分の収縮の段階に入った段階では元の位置に戻る、元の位置に戻る。これ難しいです。これは上がんないからって言って、そしたらそれも重すぎなんです。全然上がんなかったらそれも重すぎなんで、重さ軽くした方がいいんですけど、こうじゃないです。いい、こうじゃなくて、上げて腰収縮入ったらグッと元のね、自分が最初の1、2ってやってた、あそこの1回目、2回目のポジションにきっちり戻ってください。これが、ダーッとやったら、ダメ。ふん、ゆっくりやると、クーッときたら、ここでギュッと戻る。で、抵抗したら前に行かないで、ゆっくり行くと、グッと前半使って後半収縮の時に、後半収縮の時に、グッとスタートポジション、ここ、ここに戻る。これ大切、本当大切、忘れないでね。そこから収縮を残して抵抗していく。いろんなことがあります。いろんな要素があります。今さまざまな要素がありましたが、この全てを抑えながらやっていく必要があります。じゃないと結構ダメダメなアームカール、ダメダメなチーティングになってしまいますね。今のポイントね、結構ね練習必要なので、しばらくはねきちんと考えながら練習してください。で、チーティングは本当に 2,3 回で十分です。それ以上だとちょっと多分重すぎて反動の方が強くなってしまうので、まあそのぐらいに抑えてやってほしいと思いますね。今のポイント、これねちょっと何度も見ながらポイントをちゃんと、抑えて、そして何度も何度も練習してくださいね。はい、今日はアームカールのチーティングのやり方でした。パーソナルトレーナーゆうじでした。 GO!